ソフトバンクの使命人類の進化何をもって人類を進化させるか申し上げます ASI を実現させるとこれが人間の知能の1万倍ぐらい賢い1万人分じゃないですよ1万倍賢いどの天才よりも1万倍賢いというぐらいの 賢さの知的レベルが ASI なんですアーティフィシャルスーパーインテリジェンスこれが ASI ですね人類の進化の担い手は人類だったんです人間が道具を作っていったんです人間が進化の担い手だったんですもうじき AGI がやってきます僕は5年以内もしかしたら3年で来ると 年年から5年以内に AGI 来ると思っていますそこから先はですね AGI が進化を担うと AGI が AGI を刺激して進化を作っていくと AGI ができた後はというのは AGI は人間より賢いわけですからより賢い AGI が AGI を刺激して進化をどんどん加速させていくと止まらなく加速させていくと。 そして ASI がやってくるんですけどもなんと僕は10年以内前後ぐらいに来るんじゃないかと心底思っているんですでこの ASI の世界にはこの AI のチップ欠かせませんもちろん ARM 単独では無理ですよエヌビディアだとか AMD だとか ARM だとかインテルだとかいろんなところと提携しながらやります AI のデータセンター、えー、これも日本でもね シャープさんの工場跡を使ってソフトバンク株式会社でやるということを発表しましたけれども AI のデータセンターを続々と我々グループ総力を挙げて世界中に作っていくべきだと思っていますそして AI のロボットこれ先ほど言った通りですねグループの総力を挙げて推進しますけれども我々単独では無理ですから。 莫大なお金もかかりますからパートナーと資金を出し合ってやりますしまた技術においてもパートナーと提携しながらやっていくという形になります。